いや、お前さん。今日もですね、リモートバージョンのドライビングバージョンです。このリモートバージョンも何回か撮ったんですけれども、だんだん板についてきましたね。板についてきたっていうか、まあそうやね。随分なんか要領を得てきました。こうやったらいいんかなみたいな。あ、ほんまに？ちょっとずつ？はい。そうかもしれんね。ちだっょって、となんか、そもそもピーっていうね、音が、ビデオカメラのスイッチの音が、この僕の電話を通して聞こえるか聞こえへんかって結構ギャンブルなんですけど、聞こえるやろ？なんとか聞こえてます。というわけで、今日もいつもの、3号神戸線阪神高速道路をバックに、ちょうど今、西宮市今津エリアを走ってる映像が流れております。今、西宮なんですね。西宮です。だからこれ、普段で言うと、2テイク目ですわ、これ。ああ、ってことは上になんか屋根がちょっとあったりするとこですね。もうすぐ出てきますわ、だから。もうすぐ出てきます。てな感じでございましてですね。なるほやっておりまど。すもう映画出てよ。きますわ、見てなくても。もうそれは、これおそらく見てくださってる方は、やっぱり昨日も再生回数だけを見ますと、やっぱりいつものドライビングバージョンでございましたから、だから待ってる人はもう限られていると、同じメンバーの人が見てくださっているということなんで、僕らはもう本当にまあ大体幅はありますけれども、200数十人から800何人の間の人たちに喋りかけているということですわ。昨日コメントいただいたんですけど、琉球の王里さんかな、カズラジーじゃ、カズチームから入りましたけど、最後まで残れるように頑張りますっていうコメントいただきましたね。残れるように頑張りますって、ちょっと面白かった。残ってくださいね。でも最後までということになると、強敵はいっぱいいますからね。カズまあチームまから入っていあただいて。まあ、ありがたいね。そうそう、備忘録さんなんか今でも暇があったら、カズラジのバックナンバー聞いてくださってる、そうやで。そうなんですか。ああ、それは嬉しい。折に触れそう、あれはた。聞けますもんね。そうや。だからあれもやろうと思えば復活はできんねなんか、不意に一発だけやりません？ん。別に やってもいいし。多分上げたらその通知行くと思うんですよ。アプリの。みんなにね、そうね。そうです。だからびっくりされたりせえへん、なんかサプライズ感あったりせえへんかなと思っそうて。やな。もし、まあ、やってみましょうか。また今度機会があればね。不意にやりましょで、今日はどんな話を用意してくれてるんですか？そうはですね、一つテーマを考えてきましてですね、プロ野球チップスの話なんですけど、また。プロ野球チップスな、神戸くん。俺さ、今日、二つ開けたのよね。お前さん一人でもう絶好調ですね。二つ開けるとするならば、四枚出てくるやん。うち2枚がキラってどう思う？2パックともキラってことですか？そういうこと、そういうこと。すごい。それはほんまにすごいですね。ただでも全部関東やね。今永と山田哲人やね。しかもセ・リーグやしっていうのもありますけど、うん。でもそれにしてもそのキラはすごいですよ。だっまあ、て、だいたい1日、まあ、キラ出ない日の方が少ないですね、僕は。今までの少感ないじでですよね。で、大間さんの第2弾の最初の方を思い出してほしいんですけど、第1弾はね、ラッキーカードが出たらホルダーやったじゃないですか。で、第2弾はラッキーカードが出たら好きなキラカードを2枚っていうことを書いたんだ、で、それだけ貴重なんやな、ほんまはな、2そう、枚。多分第1弾、キラは貴重だと思うんですよ。ああ、そういうことか。そう、なのに引き続けるって、それはそれですごいですけどね。アミックねえ、スが出ねこれセ・リーグファンのキラが欲しい人、オリックスの2枚と変えてもいいよっていう感じやな。でもトレーディングカードやからそんな楽しいですよそね。う、2対1のトレード成いる立やするね。つ、そうそうそう、ありあり、そうですよ。はい、プラス金銭で電あったら話はね。今日その金銭は じゃダメそです。れはあかんけどね。それはないにしてもね。それはダメです。はい。で、テーマ、ごめんでね、ごめん。おばさん。テーマいい。で、そのキラーカードの話なんですけどね。キラーカードって、各球団ね、第1弾、第2弾、2選手ずつ選ばれてるじゃないですか。で、このプロ野球チップスって、毎年例年通りやったら第3弾まで出るんですよ。で、第1弾のオリックスのキラーが吉田選手と由伸投手。で、第2弾のキラーが山岡投手と平野佳寿投手なんですよ。でね、第3弾キラー誰になると思いますっていう予想と、もし大前さんがカルビーの担当者やったら
キラーカード、誰選びます？オリックスの選手っていう話をしたいなと思います。あの、キラーカードってね、オリックスファンを喜ばせるためのキラーカードじゃなくて、うん、12球団のファンを納得させるような選手を選ばんとあかんわけですよ。まあ、そうやな、当たりのカードやからね。でしょ、でね、その中でも、その吉田選手とか吉野投手とかっていう、1回使った選手はもう使えないっていう、この縛りがある中で、うん、あ、使われへんの、それ、使われへんの、じゃで、おそらく、でへんと思います、今の感じを見てると分かんないですけど、なるほどね、はい、はいはいはい、外国人選手ももちろんありでね、うんうん、まあ、予想されて選びますか。難しいね。いや、まあ、まあ、あの、もう僕は一つはもうラオウやな。ああ、なるほど、うん。そうか、杉本選手か。これ、あの、だって、オールスターにも出てホームランも打ったし、だいぶ認知されつつあるやん。確かに、確かに。だからホームランダービーも打ってます。そうそう、そうそう。ね、だから、まあ、ここはやっぱり抑えとかなあかんな、というふうには、なるほど。思います。え、そんな。ちょっと杉本選手。え？僕、ちょっと全く正直予想してなかったんですけど。マジか。杉本選手嫌いだったら欲しいですね。あ、そう？はい、うん、いいんじゃない。だから確かにこれやったら12球団ラオウやし、今やったら納得できるかもしれないですね。そうやろ。はい、今さ広告が出たんでどけました。違うとこ映しときました。大変やな。そういうのもあるんですね。何年も。ほんで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 、だから杉本はそれあり でしょ、はいはい、絶対ラオウ絶対ありやな、うん、なるほどなるほど、うん、だからラオウちゃんはそこはあともう一人、あともう一人でいきます。いや、福田選手とか例えば宗選手とか活躍されてるじゃないですか。でもそのキラーカードとか12球団のファンを納得させるにはふさわしいのかどうなのかってなんかすごい考えるところあるじゃないですか。もうおれへんな、そんなん言い出したら。なでもそうなんですけどね。でもその中でも選ばんとあかんのですよ。分かった、もう分かった、はい、もう僕決めたわ。もう、あ、誰ですか。中島監督。あ、ちなるほどね。うん、なんで？そこに、いや、多分監督は嫌いにならへんと思いますわ。あ、ならへんのかよね、監督はあかんの。いや、わかんないけど、多分監督はなんか監督カードとかあるんじゃないですか、わかんないけど。そうか。じゃあ、ちょっと待って、まあ、杉本でしょ、うん、杉本選手。で、あと、ジョーンズ選手。誰かってことやろ。いや、書くだけやったら多分ジョーンズ選手なんですよ。あ、まあな、だけどさ。ね、でもレギュラー、今年はレギュラーじゃないしな。だからそれはいわゆるオリックスファンじゃないライトのファンからしたら納得するかもしれないけど、はいはい、オリックスファンが納得せえへんがな、それやったら。そうなんですよ、そこなんですよ。そうやろ、両方納得させなあかんっていう、難しいんですよ。あ、もう分かった、もう俺は。え、2人目分かりました。もうそんなん言うんやったら決めたわ。もう、え、誰ですか。決めた、はい、決めた。これはまあある程度みんなが、はい、あのみんなが知ってて、はい、それなりにファンも納得するという。はいはいはい、もう T かアダッチャンかどっちかちゃうか。あー、なるほど、ね、確かに。これはまあそこ納得できますね。みんな知ってるやん。でオリックスファンからも支持は高いやん、やっぱり。ほんまや、それはもうベテランのなんていうやろ、うん、知名度っていうかで、ね、そのチームの人も納得できるし。そう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 、オリックスの中心選手やし。確かに、まあそこはね、あのあってもおかしくはない。だって吉久かってあったわけやろ、やっぱりね。あの、そういうことですよね。そうやろ、あの活躍はそれほどまだわからない段階で選ばれたのが吉久やったわけだから、それやったらもう十分に活躍をしてる、ね、あの二人っていうのはありかなと思う。ああ、確かに知名度もあるし、うん、差はありそう。そうやろ、だからそうですね、杉本を軸にあと二人をどうするかって感じかな。僕の中ではね。そのでも なんとなくその2人やったら T さんがちょっと今年に関しては有力かなっていう気がしますね。そうやね、今年はねちょっと目立ってるからね、うんうん、だからその辺でええんちゃうの。なるほど。いや、うん、この答え合わせ楽しみですね。なんで君はどう思うの。発売か分かんないけど君はどう思うの。いや、僕は、まあ、正直杉本選手1人目やって僕されたんですよ、実は、うんうんうん、でもさっきもう1人は、うんうん、これ難しいですけど、うん、宮城投手かなっていう、うん、まあそれもあるよ、あるけども、うん、でもあるけどその例えばセリーグファンみんな知ってるんかな、でもファン投票1位やしなっていうのが直ったんですよ。そう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 、だから宮城は、もう来年でや、はい、来年の第1弾は
今年な、最多勝絡む、まあ、絡む、最多勝に絡む。そう、そこで来年の第1弾にキラーにしてもらおう。あ、第1弾なんですね。タイトルホルダーのキラーカードですね。うん、それにしたら延長の、ほんまにね。でも、まあ、確かに、それはほんまに可能性ありますわ。もう T 足立ちゃんってそうないで、チャンス。確かに、ありそうでなかったかもしれないですね。そうでしょ。だから絶対あの2人は、まあ、ファンも納得するやろうし、うん、ね。だから、いいんじゃない。もう、吉野部とかさ、ね、正隆さんとか、正隆選手はもうしゃあないやん、もう。もう、ここはもう、その2人はもうね、もう、ジャパンやから。うん、そうそう、ジャパンやから。もう、侍ジャパンチップスに入ってもうたんやん、そこは。そうか、侍ジャパンチップスもありますもんね。うん、今年出るかどうか知らないけど、かつてあったよね。うん、ありました、ありました。うん、だから、それに入ってもうたらええやん。なるほど、なるほど。うん、だから、そんな感じで、いいんちゃう。もうそろそろ時間ないで。お、もうあと30秒やわ。あ、なるほど。じゃあまあ一つ、ラオウは確定でええんちゃうな、ラオウね。はい。我々の中で。第3弾、うん、いつかわかんないけど答え合わせしましょう。はい。なんか昨日のコメントで、はい、グダグダな話が面白いって、グダグダじゃない。これは、その擬音は間違ってると思うんですよ。グダグダっていうのはある程度のなんか台本があって、それをちゃんとできないとか、予定通り進まないっていうのが、グダグダやと思うんですよ。これは、うだうだ喋ってるということですね。あ、なるほど。はい。その疑問で違う疑問なわけですね、うん。その疑問は違ってると僕は思います。以上。なるほど。最後までご視聴ありがとうございました。